おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ408です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回の最後の方に確か言ったと思うんですけど、今回はネンドロイドの方をご紹介したいと思います。はい、で、過去にですね、一応このシリーズはちょこっとだけ紹介してるんですけど、まあ結構やってるんで、はい、さっさと行きたいと思います。はい、それがですね、こちらです。じゃーんと、はい、ネンドロイドの520番、カンコレですね、カンコレのヤマト、はい、こちらの方をご紹介したいと思います。ヤマトはですね、過去に、AGP の方でヤマトとヤマトカイ、こちらの方をご紹介しております。ということで、多分私はカンコレの中でヤマトが一番好きなんじゃないかなと思うぐらい、はい、結構買ってますね。こちらもちょっと遅れたんですけど、やっと買いました。はい、では早速ご紹介したいと思います。まずこちら正面ですね。で、側面。多分今まで出た粘土炉、まあ私が持ってる中で、一番でかいんじゃないかなと思います。多分これと空母応急ぐらいが多分一番大きいんじゃないかなと思います。多分これを超えるものは多分他にもいたとは思いますけど、私が持っている中では多分これとお灸、まあ多分これよりもこれのが一番大きいと思います。で、裏こんな感じで、反対側で、トップと、はい、リアですね、となっております。では早速こちらの方から開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、開けたのがこの状態となります。まずここですね、ここにヤマトのカンムス状態があります。で、公開表情パーツ。この辺がですね、発射エフェクトみたいなやつ。と、傘、腰といいますか、ボディからの交換ですね。で、乾燥パーツはこの後ろ側に入ってまして、こんだけ入っております。で、あと公開用の腕とか、ここに入ってるみたいですね。で、あと付属のベース、こちらに入っております。ではですね、早速こちらの方を、まず出してですね、いつもの通り、並べていきたいと思います。はい、一応全部出して並べました。はい、こんなに、付属品があります。もうこの辺ちょっとぐちゃぐちゃしてますけど、こんな感じでいっぱいありますね。はい、で、この辺がここの手法といいますか、ここの、砲塔からの発射エフェクトですね。これがミサイルとかで着弾、まあミサイルって、海上戦してるから対地じゃないんですけど、この爆発した時のエフェクトですね。はい、一応こちらが魚雷になるのか、なんと言ったらいいんだろうね、詳しくないんで分かりませんが、まあミサイルっちゃミサイルですね。はいはい。で、こちらの方はこの辺のこういうような付属のアームで、まあ浮かしてあげることができるみたいですね。はい、で、多分これと、アーム、これを組み合わせることによって、こちらにちょっと外れてますけど、これと、まあ、組み合わせてこの、ヤマト単体を、立たせるときに使う。で、こちらのアームとこちらの乾燥の後ろですね、これのここの部分に穴ありまして、こちらとつなぐことによって乾燥装備した状態でこちらに組むことができるみたいです。で、あとこの辺、交換用の手首とかオムライスとか、これはサイダーですね。サイダーって言いますか、ラムネですね。ラムネ、ちゃんとこれクリアパーツで瓶ですね。ラベルもちゃんとついてますね。はい、ちょっと細かいですけど、ラベルもついております。で、あと交換用の足パーツとか、専用の手首があるのかな、平手かなんかで、ありましたね。こちらが専用のオムライス持ってる時用の平手ですね。ちゃんとこうピンがついているので、このピンにこのお皿の裏に穴、こちらとつなぐことで、まあ持たせることができますよという感じです。で、多分これが多分被弾ですね。多分ダメージ受けたところのやつですね。だから乾燥パーツの側面、多分この辺の砲塔を外してつけてあげる感じで、使うんじゃないかと思います。この辺はちょっと、おいおいやっていくような形になりますね。で、あといつもの傘、これも AGP のやつと同じような感じで、ちょっと角度、まあこれがデフォルトなのかな、まあこう持った時にこういうような
角度がついている傘ですね、がついていたりします。で、ここが表情パーツ本体で、この辺が乾燥パーツで、AGP の時は、ヤマト、カイとヤマトはバラバラに出ましたけど、こちらのネンドロイドの方は、外してあげることによって、まあ、組み替えですね、してあげることによって、この辺つけると、ヤマト、カイにすることもできますという仕様となっております。はい、一応それがですね、こちら説明書ついてるんですけど、この説明書がこうずらずらずらっとこんな感じになっております。はい、まあパーツ一式で乾燥パーツの組み立て方、こちらですね、これがあの貝にするための、交換用のやり方ですね。で、あとパーツ、傘がどうのとか、乾燥パーツの取り付け方とか、先ほど最初の方に言いましたヤマト本体と、ベース、こちらをつなぐ方法とか書いております。こんな感じで、こんな長いのもちょっと初めてですね。はい、ではですね、とりあえず一旦パーツをすべて、ちょっと避けたいと思います。はい、ヤマト本体だけになりました。一応こんな感じ、とりあえずグルーに回しますね。はい、こんな感じで、こちらヤマトなんですけど、ここですね、髪の毛の部分はここにジョイントが入っているんで、左右に振ったりこう上下、あとこれのジョイントの角度を調整してあげることで、もうちょっと、動かしてあげることができそうですね。はい、で、まず首が左右、これは基本的に、今の状態だと特に干渉しないのでよく動きますね。はい、で頭部がやっぱ重いので、こう首ジョイントがちょっと曲げ気味ですね。この今ついているこのジョイントがあまり気に入らなければ、予備としてジョイント、首ジョイントパーツですね、こちら1個ついてきてますんで、まあ、そちらに交換してもいいかもしれないです。はい、でちなみにこちら、この辺の桜の花びらとかもこれ非常に綺麗に仕上がってますね。一枚一枚貼ったかのような感じになってますね。で、このパーツ、ここでこうやって動くんですね。なので、なんかやった時に干渉しそうだったら、こう動かして回避することができる、そんな雰囲気となっております。はい、で、あと腕周りとかの可動に関しては、まあ関節があるわけじゃないんで、上に上げたりとか、この腕は、あ、ロールはできそうですね。あと手首が回るんで、まあ、交換してあげる感じですね。あと腰は特になんかひねれないみたいですね。このスカートの中、ここの部分でもしかしたら多少動くだけかもしれないです。はい、一応まあこんな感じで、今ちらっと今見て思ったんですけど、 AGP の時は、確かパンツは白だったような気がするんですけど、ネンドロだと黒なんですね。これは何か意味があるのかな。両方とも同じヤマトなんですけどね。はい、一応こんな感じで、ざっくり紹介しましたね。ではですね、この状態だとちょっと持ちにくいので、ここに乾燥パーツがつくんですけど、ここの腰のところにこういうジョイントパーツを一旦つけまして、はい、腰にこのようにつけました。そしたらこの付属のアームパーツをここに取り付けて、まあ角度調整を施して、付属のでっかいベース、こちらの方に、まあ、取り付けますと。はい、こうすることによって、こちらのベースと、まあ、このヤマト本体をこのような感じで、まあ、立たせてあげることができますよと。こんな感じです。いいですね、非常にいい感じです。はい、ではですね、今この状態でさっさとやりたいのが、とりあえず頭部表情パーツの交換ですね。まあ、前髪を通常通り外しまして、今ついている表情パーツを、取っちゃいます。はい、その際このベースが本体側に残るようにしましょう。こう取るときにもしかしたら先に後ろ側が抜ける可能性がありますが、こういう状態になるようにしましょうね。そして別な表情パーツ、今回は笑顔かな、これを、まあ、このようにセッティングして前髪を戻す。はい、交換としてはこんな感じです。
で、あと付属の腕ですね、こういう腕パーツとかがあるんで、その、状況状況に合わせて腕をこうやってつけてあげたりとか、手首をこちらから取って、別な腕ですね、こちらの方もこうやって取れるんで、こんな感じで取れるんで、これと交換してあげると。で、ちなみにこれ、手首の最初に言った突起ついてるやつ、これにはい、このようにオムライスをセッティングすることができます。そしてこの状態だと、まあ、ちょっと交換やっちゃいますか。この場合は腕の根元ですねから取ります。で、こちらの腕のこの根元ですね、この根元パーツを生かしつつ、他の、手首の角度が違うやつですね、こういうふうに腕のまっすぐ伸びてるやつにこうつけてあげると、もうちょいこういう形になるんで、まっすぐになったりとか、ここの組み合わせとこっちの腕側の組み合わせによってさらに、まあ、バリエーションが広がりますよというのが、このネンドロイドの関節の、交換の仕方の特徴みたいな感じですね。で、ちょっと話戻しまして、オムライス。こちらの方を、一応腕の関節ごと、まあ肩部分ですね、ごとこう取り付けて、今ちょっと取れちゃいましたけど、一応こんな感じ。こういう感じで持たせてあげることができますよという感じです。まあこちらのオムライス持ちのこの左手は、本当に左手オンリーですね。で、これの交換方法と似たような感じで、足もここにジョイント入ってますんで、このジョイントを引っこ抜いてあげて、付属のこれですね、足、こう曲げてる足に変えてあげたりとか、もう一個足ついてまして、こちらは G 書いてるんで、これは完全にあれですね、ヤマト貝にするときの足ですね。なのでヤマト貝にするときにはこちらの足も忘れずに、こちらの G ついてる方ですね、こちらの方に間違いなく、交換しないとダメみたいですね。はい。で、さらに、こちら腰ですね、この胴の部分からこう外してあげて、別な付属のこう座ってる、まあ座ってると言いますか、正座してるみたいなやつをこうつけてあげると、こういう状態にしてあげることもできるみたいです。ちなみにこの時の足は完全にもうこれ貝専用ですね、字書いちゃってますね。はい、こんな感じにすることもできるみたいです。はい、はい、元に戻したのがこういう状態になります。ではですね、次、先ほど、最初のうちにあのパーツ並べた時に出た乾燥パーツですね、こちらの方のご紹介を、ちょっとしていこうかなと思います。まずですね、よくその AGP の方の、武蔵じゃない AGP の方のヤマト海ですね、ヤマト海とかヤマトの方見ていただいた方は分かると思いますが、まず乾燥のこの横ですね、こちらからいつもやってるんですけど、こちらこの砲塔パーツ全て動きますね。このスイングとさらにこういうこともできるみたいです。こういう感じです。で、あとここの砲台、砲塔部分ですね、これは、AGP の時はあの1問ずつ動いたんですけど、これはもう3つ一緒ですね。こちらも同じ感じです。まあ同じものがついているんでしょう。で、これもこういうふうに角度変更ができますと。これが武蔵じゃない、これが、ヤマトの方ですね。で、貝ですね、貝にするときはこちらを下のを取りまして、外したここの部分にこの3つですね、この3つ並んでるやつをここに取り付けますと。はい。で、一応ここのパーツは左右、形状決まってるんで、こっちのこれは、左側のやつですね、左用なんで、こちらの右側のやつにはつきません。一応こんな感じでつけることができます。さらにここの穴2つ、こちらの方にこういうやつですね、これを取り付ける、もう1取り付ける、はい、こうつけることによって、はい、これが一応ヤマト貝の方の、乾燥パーツ側面部分ですねとなります。で、こちら特に砲台は動かないですね、まあこう振ることはできますけど、で、ここのちっちゃいのも同じようにこう振ることはできます。
ただ、砲塔部分の上げ下げはできない、そんな作りとなっております。はい、こんな感じですね。一応こちらの方も同じように、変更したいと思います。はい、こちらの方も変形終わりです。そしたらですね、この中央部分、これが、今までのと若干形異なってますよね。これがですね、箱から出した状態のまんまなんですけど、これ多分もうちょいね、畳めると思うんですね。はい、畳んだのがこういう状態です。もともとはもっとなんかこう伸びた状態で箱に入ってるんですけど、これをアームで折りたたんであげて、まあ大体こんな感じの形にしてあげればいいみたいです。で、ここのアームが動くことによって、多少変更できるという感じです。で、今動かしましたけど、ここの動く部分ですね。これはひねることはできないのかな？あ、できますね。はい。ここの部分に、先ほどちょっと組み替えたこの乾燥パーツ、こちらをまあ取り付けますと。まあ、これによってこういう左右とか、あとここの今動かしたこのジョイントですね、これをいじることによりこう開くことはできないと思うんですよね。まあほぼこれは取り付け用のアームですね、こちらは。なので、はい、こんな感じで差し込んでこういう状態にすることができますと。はい、そしたらですね、こちらの乾燥のここの部分に今つけているこれを、でさらにここの部分が本体につながりますので、ちょっとこちら組んでいきます。はい、一応本体とアームとベース、とりあえず一旦分けました。ではですね、まずこちらのアームの方にこれをつけちゃおうかな。これがここですね、下の部分です。で、先ほど本体とつないだこのパーツは本体接続用のパーツなんで、これは基本使わないです。なので、まあこんな感じでつければいいのかな。こうかな、まあ、こんな感じでつけますと。そしてこちらの中央のここの部分と、ヤマトの方のこの腰のところですね、これを接続しまして、はい、こうですね、こんな感じで接続しまして、あとベースの方に乗っけます。一応今回ちょっと斜めにしました。まあこんな感じで取り付けてあげれば、まあ足ちょっと変えてないんですけど、こちら足変えてあげればこれで完全なあのヤマト貝になりますね。はい、こんな感じです。で、この状態でまあ砲塔も動かすことが、まあ、当たり前のようにできますし、あとですね、腕とかちょっと持ち手にちょっと変えてないんですけど、持ち手の方に変えてあげればこのような傘を持たせることもできます。はい、そしてさらにここの先端のこの砲塔のこの部分ですね、こちらの部分にこの4つついてるんですね、3つか3つついて、この砲塔部分のパーツをここに差し込んであげれば、発射状態こんな感じでドーンと出てる状態いうのもできますし、今ちょっと 1個外してますけど、このこちらとか残ってるこちらの方に小さい方ですね、これをこうつけてあげれば小さい方の発射状態にもできます。さらにですね、このパーツ、このパーツをまあ最初にも言いましたけど、このパーツを取り外してあげてこうつけてあげると、まあ、被弾状態かなというような感じにすることもできます。で、さらにネンドロイドのオリジナルギミックみたいな感じで、これを展開してあげたりすることで、こう頭の上ですねにこのように構えてあげることができるということなので、ここのとこことここを一気にフルバーストみたいな感じで打ち出している状態にすることもできます。はい、でさらに別なこの小さいベースがありますので、こちらの方にこうやってアームをつけてあげて、これですね、これをこんな感じでつけてこうやって置いてあげれば、はい、こんな感じで発射状態みたいなやつも再現できたりします。はい、これはですね、非常に
短時間で今ご紹介しますけど、もっともっとこれは非常に遊べる、プレイバリューの高いものとなっておりますね。はい。なのでこれはね面白いですよ。普通に武蔵じゃない、普通に、ヤマト海とヤマト単体で遊んでもいいですし、他のやつと絡めてもいいですし、これはねいいです。非常にやっぱこういうねエフェクトパーツ、こういうのがあったり、あとはね交換用の手首パーツがねこういっぱいあったりとかしてね、こうやってねあるんで、これは結構楽しめると思います。ただその分だけちょっとお値段もこれちょっと張ってるんで、多分ね単品で7000いくらとかするはずなんですね。なので気軽にこれはいいんです、おすすめしますとはちょっと言い難いんですけど、これは結構遊べると思います。はい、こんな感じで、ちょっとダラダラしながらちょっと長かったんですけど、ネンドロイドの、ヤマト、一応名称としてはネンドロイドのヤマトとなってますね、の方のご紹介を終了したいと思います。なので、ですね、こちら組み替えて回にもできるというのを、まあ知ってると思いますけど、そういうこともできるというふうになっております。はい、一応次回はまだちょっと未定となっております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。